これ、あの、一番太いの点滴と、それから総合ビタミン剤と、強心剤、気管支拡張剤、肝臓元気にする薬がこの入ってます。で、皮膚の際に点滴打ちますんでね。気をつけてね。あんま強くない。この髪の毛抜くしね。ごめんね。よし。ごめんなさい。嫌ない、痛いよね。ごめんね、泣いてますけど。もっともっとね、みんな声声が出ちゃうんですよ、これすると。はい、目隠しだけ。はい、注射器お願いします。大きな太いの洗ってください。はい。うん、あ、とりあえず向こう持ってって。だから今、あの、利尿剤で おしっこ出しやすくして呼吸を楽にする。それと抗生剤。もろもっとに使って大丈夫な抗生ですと。それからこれは、ガスを減らす薬。胃腸の機能を高める薬です。それからこれは、痛み止め。炎症を鎮めて、ちょっと腫瘍の成長をちょっとでも遅らせる作用があります。はい、じゃあ、変わってその100の1分。で、もう一回ちょっと抗生症してもう1分当てます。で、当てたら、3分の1分ね、目隠ししてみてくださいね。いい、はい、いい、はい、目隠して。ねえ、中島くんまだできない理由どうしようか。持ってきて、できたやつ。はい、いい話で、ウェットブラシを軽く溶かしていきます。そーっと、あんま強くやらないで、そーっと溶かして、はい、これは何？ライフケア、5g、うん、ちょっと誘導してくれたんでね。ただまあ、呼吸が苦しい時だからあんまり長い時間はやりませんし、こんなの初めてでしょ、強制的なことは。ちょっとだけね、やります。はい、じゃあ一回ごめんね。食べますね。食べてくれるの。まあ、とりあえずちょっと1分ぐらいでね、入れる前に。美味しいね。野菜ってさ、今朝もあげました、うん、食べませんでした。うん、あ、食べたは食べたんだ。ただ食べっぷりが悪いっていうことですね。これは食べた毛とかを便に流しやすくする薬ね。これ結構好きな子多いから、ちょっと食べながら。そして105、あの、なんだっけ、チモシーマットちょっと高島君に引いてもらって。チモシーマット引いて、チモシーマットお願いします。1枚持ってきて。はい、じゃあもう1分ちょっと。はい、だから 15cc や。これもともと 5g のパウダーを15にしてあるからの3分の1ぐらいだから、3分の 5g、 1g ちょっとはなんとかうまく取れたんですけどね。1分間だけね、もうちょっと入れるかな。半分ぐらいいけるといいよね。結構腰は、腰元
こぼすけど、結構かけてくれてる方だと思います。押し込んで半分ぐらい、2.5 グラムぐらいは入れてますね。まあ、初めてはこれぐらいにしましょう。はい、じゃあ一回止めて。じゃあ105。はい。そこでさ、吸入療法、酸素療法して。